あんたを消す! やはり、お前は弱いな。 サスケはイタチを倒そうとするが、実力差はいかんとも仕方く、イタチの現実、つくよみを受けてしまう。お前には憎しみが足りない。そう言い残すと、 Thank you.
Naruto-kun, kimi wa itsumo hokage ni naru tte hashaide. Ima mo onaji you ni hashaide. Gaki wa subete kantan da to ito. Dakara bakageta yume wo heiki de kuchi ni suru. Dakara akirame. で負けねえ。君を見ていると以外。うん、そろそろ黙ってみよう。怖いかい。この子。ここから逃げ出したい。どんなに生きがったところで君はただの可愛い下人なのだ。ガキは状況次第で諦める。逃げたい時には逃げて。 自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。うん、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 
影分身の術。ガキはガキらしく、さっさと消えろ。もういい。もうやめろ。私のことは置いて逃げろ。大丈夫だってばよ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。 その姿に心を動かされた綱手は再び戦うことを決意する。伝説の三人揃い踏みの激闘は深手を追ったオロチマルたちの撤退という形で幕を閉じるのだ。
五代目火影に就任した綱手のもと再出発したこの木ノ葉隠れの里であったが、早くも問題が出退した。オロチマルの配下である音人たちの誘いに乗り、サスケがこの木ノ葉隠れの里を抜けたのだ。かつて中忍試験で競い合った者たちと一緒に、ナルトはサスケ奪回の任務に就く。一人また一人と仲間たちが脱落していく過酷な任務の末、ついにナルトは最後の音人に追いつく。キミマロはオロチマルに受印を与えられ、新しい器の候補とされていたが、不治の病にかかりその資格を失っていた。しかしオロチマルを崇拝する心は誰よりも熱く、サスケを手に入れるため命を捨てて戦いに参加したのだ。サスケは絶対渡さねえ。すぐに始末してやる。様は不死の術を手にしている。だがその肉体がそのまま保ち続けるわけではない。体が朽ちる前に強く新しい肉体を魂に移す。それがサスケだってのか。ああ、そうだ。そんなこと俺がさせるか。ウチハサスケの元へは行かせない。彼はオロチマル様の器となるもの。俺の邪魔をするんじゃねえ。よかった、よかった。なんだと。ナルト2000連弾ぶっちましてやる。その時音人が運んでいた棺桶が爆発し、中から異様な姿のサスケが現れる。戸惑いながらもサスケの無事を喜ぶナルト。だがサスケはナルトの呼びかけに応えることもなく走り去ってしまう。圧倒的な力にナルトは押されるが、救援に駆けつけたロックリーに辛くも救われる。ゲジマユ、なんでお前が。そんなことよりナルト君はサスケ君を。この人は僕が倒します。約束です。さあ何してるんです。早く言ってください。おい、あとは頼んだぜ。ナルトはリーに戦いを託すとサスケを追うのだった。終末の谷。
かつて木の葉隠れの里を創立した二人の忍びが争い合った場所である。この地でナルトとサスケは向かい合った。ナルトは仲間であると同時にライバルのサスケを救うため出奔をやめさせようとする。サスケはイタチを倒す強さを得るため器として利用されることを承知の上でオロチマルのもとに赴こうとしていた。仲間を助けに来たナルト、仲間を切り捨てるサスケ、相反する二人は互いの思いの正しさをかけ終末の谷で雌雄を決しようとしていた。なんでだよサスケ、なんでそんな風になっちまったんだよお前は。俺には俺の道がある。たとえ誰であろうと指図される義理はね。俺はオロチマルのところ。あいつはオロチマルはお前の体を入れ物として欲しがって戻ってこれねえかもしんねえ。そんなところにいすいすお前を行かせられっか。俺の目的が達成できた、それでいい。いや死ねってばよ。お前は力ずくでも連れ戻す。くらいやがれ。あと これってばお前にとって仲間でも何でもねえのかよ。俺たちは口にこそ出さなくても友達だって思ってたのによ。だけどそう思っていたのは俺の方だけかもしんねえ。それでもなんだかわからねえけど俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。俺の邪魔をするのか。だって仕方ねえよ。なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。友を止めるため九尾のチャクラを放つナルト、呪因を解き放ち状態2へと覚醒したサスケ。そろそろ死骸にしようぜ。これまでの戦いをナルト、サスケ、本心の力を込めた螺旋丸と千鳥がぶつかり合い、二人の死闘はついに決着の時を迎えた。ナルトの思いはサスケには届かなかった。ナルトは意識を失いサスケの前で倒れ伏した。だがサスケはナルトの命を奪わずにその場を去った。イタチとは異なるイタチを上回る力を求めて。サスケを取り戻す任務は苦い失敗に終わった。これより先ナルトとサスケ、たもとを分かった二人の戦いを